皆さんこんにちは、小夜子なんです。ですね、今日は Vlog を、撮れ高あるか不安なんですけど、一人行動 Vlog を撮ろうと思ってるんですけど、ちょっと肌の治安が悪いのでこれを直します。駆け込みで今朝クリニックを予約していつものとこですね来ました。ちょっとすっぴんだから、ちょっとしばらくすっぴんで今日はお届けします。行きます。ビタミン点滴です。ちょっと安心になるといいなと思います。良くなるといいですね。よし、このクリニックのパックも買ったので、今からネイルサロンに移動したいと思います。足の角質フットケアとネイルハンドケアをしてもらいます。急げ。最近買ったチグシブ、一旦帰ります。よし、ちょっと急遽メイクをして打ち合わせをしておりました。もうちょっとしたらお家を出なくちゃいけないんですけど、こんな感じでパソコン業務をやっていきます。いや、曜日を間違えてて YouTube の編集がちょっと終わってなかったのでめっちゃ急いでやりました。今サムネを作ってやっと終了かな。やばいよ、パソコンのさ中の容量めちゃめちゃ食っててさ、これを全く映してないから、そろそろ映さないとさパンクしそうなんだけどさ、そういうの全然詳しくないからさ、なかなか腰が重くて買ってきたのに、あ、ワンちゃん、あ、ちょっとあー、初めて来ました、パラサウナ。すごい綺麗だね。チラとシャワーとロボットで、水風呂がジャグジーみたいで、すごい。サウナ室すごいね、洗面台も綺麗だしさ、アメニティも充実してて、しかもねスイッチあるやばい、ぼっちだ。3時間も仕事も一通り終わったので、チルタイムしようと思います。どう？気持ち悪い？わあ、ちゃんと整ってる感じ？うん？今日はメイクだけ落として帰ろうと思います。じゃじゃん。チグシム。これの？おでこ。これね、すごいの、全番のクレンジングミルク。あ、いい匂い。これでマスカラをしっかり落とそう。
わ、出しすぎた。ちょっと今日コットン持ってないから手のひらで。全然さ、家のあれじゃないんだけどさ、いつものスキンケアじゃないけどさ、一応ね、私はここまで塗ります。化粧水も美容液も乳液も全部ここまで塗ります。ボディークリームはちゃんと胸とか腰とか塗ってます。終わり。めちゃめちゃ持ち帰りスタイル。帰ります。バイバーイ。